お腹すいた。お腹すいた。じゃあご飯作る？何持ってんの？バター醤油うどんの素、カルボナーラうどんの素で、それどっちともセブンやーん、日本やないかーい。ということで僕が個人的にこれ韓国で食ったら多分喜んで泣くぞと思って買っておいたやつがねあるので、これ作ってください。じゃあ俺が食べたいよりいい？どっちも食べる？どっちも食う？どうぞ。2人で食うじゃん。そんな目あるか？あるわ。あるっしょ。準備してるわーい。でもさ、これうん、で、一回うどん作らなあかんってことやんな。せやで。茹で。せやで。なるほど。2つ分を茹でないといけないね。せやで。頑張って作ってくれたまえ。卵もあるぜ。茹で時間は13分もかかんの、茹でんの。ちょうどいい。俺が風呂入る時間はある。わかったわかった。じゃあ作りますよ、今から。じゃあ作ってください。うん。それでは。はい、ということで、この角度から料理を作っていくよー。ということで、キッチンがめちゃめちゃ汚いんですよね。まあ、大体男のキッチンってこんなもんだから。ひどい人とか、ここにもう洗い物溜めて、ブッみたいな。そもそもね、水場がね、ちっちゃすぎるよ。ここめっちゃ狭いよな。めっちゃ狭いよ。早く引っ越したい。いいよ、もう、どいて。いや。じゃあ、まずうどんからね。じゃあわしは風呂入ってくる。うん、3リットル入れよう。もう適当でいっか。10時半までに作って、10時半に一緒に動画を見ます。今何時？4分。ちょうどいいですね。沸騰させ、麺を入れる。じゃあ沸騰するまでスキップで。はい、ということで、もうほぼ沸騰したんで、もう麺入れていこうかなと思います。正直初めてなんですよね、僕。まあ、ラーメンとかあるんですけど。怖い。これはパスタなんか知らんけど、やり方。2個分も入れちゃっていいかな。入れちゃいます。2つ分。で、こっから、13分間か。茹でるんで。じゃあ今から待ちなんですけど、13分間。タイマーをセットして、スタート。よし。軽くかき混ぜて、空気こぼれそうになった火を試食した。なるほどね。この間、マーキュリーさんがサイン会に行ったじゃないですか。それからというもの、テンション高くてね、まあ、帰ってきたその日とか、めちゃくちゃテンション高くて、めっちゃめんどくさかったんですよ、本当に。まあ、それはあんな、ね、あんな待遇というかね、あんな対応よくされたら、まあ、テンション上がるのはわかるんですけどね。めっちゃしつこかったんですよ、ほんと。まあでもすごいですね。なんかあんなに対応されてるのを見ると。まあ、ももちゃんがすごいのか、マーキュリーさんがすごいのか、ちょっとどっちかわかんないんですけど。今6分経過したんですけど。長いなぁ、これ待ち。できてへんやん！しゃあないやろ。時間かかるんやから、絶対。明日がある。明日がある。明日があるさーらよ。だってあと5分も茹でる時間あるね。あと5分、あと5分、あと5分なら、あと5分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 だから、あと5分。まだ続けるんかい。心から心から思う君が大切なものは何ですか。噛み合わす。もういけそうな気はするんやけどな。今味見した感じどう思う？今味見した感じ麺はいけそうやけど。いいよ、思う。髪を乾かすドライヤーの音。うるさすぎません？動画の邪魔になるんだけど、何も交わさないと。
流行ってね、毎日急に歌い出すんです、マジで。あとちょっと、ほんの少し、これで終わるから。あと1分でーす。あ、今鳴りました、タイマーオフ。よし、これを水で洗うと。次はバター醤油。うわ、危ない。粉の量に麺の比率合ってなさすぎ。めちゃくちゃいい匂いする匂いが。で、ここに卵を投入します。完成でーす。バター醤油。じゃあ次、カルボナーラうどん。今度は全部粉かけて卵を一気に混ぜちゃいます。すごい、これマジ平たいからむずい。すんごいチーズの匂いする。あ、でもこれなんかうまくいきそうな気がしてきた。卵落としちゃう。はい、ということで、カムサハムニダー、できました、はい、素晴らしい。見てこちら、これは何、カルボナーラ。カルボナーラ、こちらカルボナーラですね。もう多分、あ、もうこのぐちぐちした音、すっげー最高、エロい。はい、ということで、先こっち食べていい。じゃあ食べていいよ。じゃあ、まあ、言うてセブンですからね、わかんないですよ。うどんですね、うどんのカルボナーラ。いただきます。うん、まさかの冷たい。あ、そうやね。うん、そうなんだ。これ、冷やしなんだ。え、分からん。だってこれを、麺作るときに、なんか、冷やせ、って書いてた。多分、もう。マジ？全部冷えてんの、じゃあ。え、そうやで。マジ？じゃあ、こちらがバター醤油。バター醤油とか絶対。いや、絶対うまいじゃん、これ。じゃあ、いただきます。いただきます。うまっ。うまい？うまい。食べてみ、めっちゃうまい。じゃこちらが宮崎の、私の生まれ育ったね、宮崎のめんつゆなんですけど、めちゃめちゃうまいの、このめんつゆ。もうこれで俺生まれ育ってるから。これで食べるね、そうめんがうまいですよ。今回はうどんということで、いただきます。うまい。どうですか？まだ食べてないです。じゃあ食べよう。食べ、バター醤油いただきますね。はいはい、うまいわ。うまうまいな。うん、でもこれ絶対チンした方が美味しくない？チンに1票。チンに2。はい、チンしましょう。で、ちょっと待って、これ食べてもいい？それ食べて、とりあえず。でも俺パスタであんまカルボナーラ食べないんだよ。あ、そうなの。うん、やっぱデブはカルボナーラ食ってるからさ。デブはカルボナーラ食うんですよ。あ、俺基本さ、あのシチューとかも好きじゃない。いや、シチューは好き。じゃあ何が言いたかったかというと、あれと、パスタとかってさ、冷製パスタみたいな、あんま好きじゃない今。なんかやっぱあったかい方が美味しいって感じちゃうからけど、これ全然美味しい。ずっとチンした方がうまいよ、これ。けど美味しいねんて。じゃあ宮崎の食ってみ。いや、もう正直これ一番期待してる。あのね、めんつゆに蜂蜜入ってるんだ、これ。そうなの。そう、もともとやから、もうね、出会う前に周りの卵がこう固まっちゃった。いや、うまっ。ちょっと待って、正直言っていい？これが一番うまいから。もう、マジで宮崎のこのマジでめんつゆ、もう、見してやる。これ高千穂峡っていうね、こう、うま口つゆ。これめっちゃうまいの。これめっちゃうまいから、これぜひ宮崎行ったら買ってください。マジでうまいの、これ。めっちゃうまい。これ全部食べちゃっていい？
いいよ、それうまいよ。絶対そして持ってもらったかい方がうまいからね。カルボナーラとかも皿がでけえこと。いや、皿がないんや。これがうまいんすよ、絶対うまいんすよ。いただきます。うまっ。あったかいって素晴らしい。もうレンジってすごくない？うまっ。いや、あったかい方が美味しいな。めんつゆ入れてもうめえわ、こいつ。そう、最高。レンジいいな、いいな。うどんでってちょっと新感覚。うん、確かに。これ普通のうどんじゃないしね、なんかして。うん、平たい感覚、違うわ。平たい麺みたいな。テルマエロマエみたいにして。でもさ、どっちかというとさ、うん、この麺なんかカルグクスとかに使われてる麺に似てない。うん、確かに。それもこんな感じの麺や。うん、わお、うまいなぁ。日本のやつってすごいな。日本食ってね、これが日本食って呼んでいいか分からんけど、うまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまっ。うまかったなぁ。ぜひとも皆さんね、これ逆に言えばセブンでいつでも買えますから。僕たち買えないけど。確かに皆さん買えますから、ぜひとも食べてみてください。いや、でもやっぱ一番俺美味しかったのこれかな。もうほんとね、宮崎行ってみ、みんな。これマジでうまいから、宮崎のこれ最高よ。山江の宮崎県都城市西町3646番地、山江食品工業株式会社で出てるね、これ。高千穂京もう案件したいぐらい、マジでうまい、マジでうまいんで、これぜひとも。そして山江さん、ぜひとも送ってください、韓国に。あの、もうじゃあ欲しい。これ2本買って帰ってきたもんね、こっちに。うん、パー